身長伸ばしたければ10代のうちにこれをやれ。身長美容医師医学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、全身全霊で身長に関することを配信していきたいと思います。10代のそこの男性の皆さん、この動画見てるの私知っています。 YouTube 丸裸です。ってことで YouTube ってですね、どういう視聴者の方が見てるか実は分かってるんです。 YouTube の目の前にいるあなた、10代の男性に違いない。そして皆さん身長伸ばしたいですよね。そしてあなたの身長ですよ、私身長ですよ、伸ばしたい。完全にですね、皆さんと私の意見が一致したということでですね、今日は10代のですね、男性がどうやった身長伸ばせるかってことをね、もう全身全霊でね、発表していきたいと思いますね。身長伸ばしたい人はね、最後まで聞いてくださいね。3つポイントをお伝えしますよ。その3つをマスターすればですよ、身長が優位に伸ばすことができます。一生懸命ね、私お話ししますので、ぜひ最後まで聞いてください。まず最初のポイントです。10代の皆さん、身長伸ばすのは今です。当たり前！その声聞こえる。当たり前だけど、その当たり前がすごく大事なんだよね。世の中ってそういうもんだよね。当たり前のことを当たり前のようにして 100% の力でできる人とできない人、その差が大きな差を生むっていうのは身長だけじゃねえ、全てのことに言えるよね。身長もですよ、10代のうちに伸ばすのが大事なんですよ。20歳以降も伸びる人っています。確かにそれ嘘じゃないです。ただしその割合はすごく少ないですよね。当然といえば当然なんですけども、いつか伸びるかな、いずれ伸びるだろう。これじゃダメ。今伸ばすんですよね。10代の今伸ばしてくださいね。20歳になってから30歳になってからじゃもう遅いんですよ。10代のうちに身長伸ばす、これが大事です。この動画の目の前にいる方が10代であれば、この動画は最後まで見てください。身長伸ばすのにね、今すぐこれをやれっていうのはね、今から3つお伝えしますので、携帯のメモどんどんしてくださいよ。1つ目のポイント、もうこれ一番大事。なんてかっていうと、1日24時間の中で最もそのあることが時間を占めているから。もう分かっちゃってるかな。睡眠ですよね。睡眠を制するものが身長を制する。寝る子は育つ、これ有名なこと。皆さんどういう風に睡眠をとることが望ましいか知っていますか？知らないですよね、意外とね。睡眠はですよ、まず大きく分けると2つあります。時間と質の2つが大事になってきますので、この2つを網羅することで睡眠を制覇できます。睡眠というのはですよ、人生の3分の1を占めるなんていう風に言われていて、もし仮に目の前の皆さんが15歳だとします。そうしますとその3分の1、5年間もうすでに寝てたわけですね。その5年間どうですか？意識して寝ることができましたか？それとも適当に寝てましたか？意識してちゃんとですよ、一歩一歩積み重ねていた場合と適当に寝た場合、当然5年後の結果は大きく違いますので、よく覚えておいてください。まずは今日は睡眠がどれだけ寝る必要があるかというのを皆さんにお伝えしたい。そこでじゃあ何のデータを持ってくるかということで、今日お伝えするのはこちら。身長先生のファンだったらもう知ってるよね。ナショナルスリープファンデーション、国際睡眠財団のデータを今日も共有させてください。睡眠においてですね、推奨される時間というのはもうすでに国際睡眠財団で発表されてるんですよね。すでに様々な研究を踏まえて何時間寝ればいいかっていうのが数字で出ちゃってる。6から13歳が9から11時間、14から17歳が8から10時間、18歳から25歳が7から9時間。分かりにくい。その言葉ね、すごいよくわかる。私もね、これ今カンペ見ないと思い出せない。だから10代の皆さんにお伝えするポイントを本当に簡略化します。できるだけ分かりやすくしたい。だから一つのマジックワードをお伝えします。9時間寝てください。今の数字ちょっともう一回振り返りたいと思います。6から13歳は9から11時間、9時間含まれてますよね。14から17歳8から10時間、9時間含まれてますよね。そして最後18から25歳7から9時間ってことで9時間含まれてますよね。つまり9時間最強説っていうのがごく生まれてくるんですよね。だから皆さんも9時間寝てください。そして9時間寝る時のポイントをお伝えします。朝何時に起きるか大体皆さん決まってると思うんですよね。それから逆算して決めてください。当たり前のことといえば当たり前なんですけども、ちゃんと逆算して何時寝るかもうすでに決めてください。そこがすごく大事になります。そしてこの後にお話しする内容とすごくつながってきますので、まずは朝何時に起きるのか。朝8時に起きる方がいらっしゃったとしたら11時に寝なくちゃいけないってことですね。逆に言うと11時に寝て8時に起きるだけで睡眠のレベルが上がって身長を伸ばすのに優位に働くというふうにも言えると思うんですよね。9時間寝るのは分かる
かったと。ただポイントが他にもある。9時間に対して大事なポイントは、それよりもたくさん寝てもいけないし、それが短すぎてもいけないってことがポイントになってくるんですよね。11時間12時間13時間寝てくださいってことでもなくて、ナショナルスリープファンデーションの記事をちゃんと読んでいくと、適正睡眠時間っていうのがあって、それ以上寝ても良くないっていうふうなことが書いてあるわけなので、その9時間っていうのをね、もうしっかりしっかりと守っていただきたい。で、今回の動画ではいろいろ省いて、もうシンプルにお伝えして、9時間寝ましょう。この YouTube 見た後9時間一緒に寝ましょう。一緒は無理か。次、2つ目のポイント、実は1つ目の睡眠と大きくつながってくるんですけど、それがお風呂になります。なんで大事かってところなんだけども、睡眠の時間が大事なのに対して質も大事になってきます。9時間寝たことあると思うんですよ。ただその中で寝苦しかった夜ありませんか？ぐっすり寝れた夜ありませんか？どっちの方がいいと思いますか？簡単です。ぐっすり寝たいんです。寝中においてもぐっすり寝ることがすごく大事だということがもうすでに分かっているってことですよね。睡眠の質を上げるために何ができるか、例えばなんですけど、寝苦しい夜の代表例、もう暑すぎるとかですよ、寒すぎるとか、温度管理ですよね。適正に快適な温度で過ごすというのが一つになります。やっぱりパジャマに着替えるとかですけども、まあ、そういったのも当然ですよね。日中運動する方がね、当然ね、夜眠くなります。運動も大事ですよねってところね、そこら辺はもう当たり前ですよね。で、それに対して睡眠の質を向上するのに必要な2つ目のポイント、それが入浴でお風呂。お風呂の何が大事かっていうと、お風呂に入っていただいて体を温めるって作業が睡眠にとってすごく大事だってことが、もう過去の動画でもお伝えはしたんだけども、スタンフォード式睡眠っていう形ですね、もうすでに証明されているっていうことですよね。だからもうすでにね、決まってるんです。睡眠の時間も決まっていれば、睡眠の前にお風呂に入らなくちゃいけないというのも、身長を伸ばしたい人であればもうすでに決まっていて、しかもお風呂に入る時間まで決まっているんですね。お風呂に入った後に湯冷めをして、そして体の温度が下がることによって入眠が速やかになるということはですね、もうすでに分かっているわけで、例えばですよ、先ほどの方、朝8時に起きる方はですよ、11時寝るわけですよね。11時に寝る場合はお風呂に入るのは9時です。9時から9時半の30分間お風呂に入ってください。そしてそこで体を温めてください。お風呂に入った後90分後、9時から入ればですよ、9時半にお風呂が終わるわけですから、そうするとそこから90分後、つまり11時になって入眠するタイミングとしてはベストなタイミングになってきますので、そのタイムスケジュール覚えておいてくださいね。身長伸ばすナイトルーティーンになってくるわけですから、しっかり覚えておいてくださいね。だんだん分かってきましたよね。11時寝る、9時にお風呂に入る、その前8時7時の過ごし方。今日の3つ目のポイント、ズバリ鉄分の摂取。鉄分、初めて聞いたって人多いでしょうね。私の YouTube 見てる方多いと思います。過去にですよ、タンパク質の話しました。いろんな国の人がタンパク質を摂取している中で、タンパク質の多い国の人の方が身長が高いってお話ししました。その他にもですね、亜鉛を欠乏している人が多くて、亜鉛をですね、欠乏した状態から摂取すると身長が伸びるっていうデータ、そういうのも共有しました。だけどまだ共有してないのが鉄になりますよね。今までね、確かにあまり注目してこなかったんだけれども、たくさん見させていただいている中で、鉄ってすごく大事だなっていうふうに考えています。で、なんでかっていうと、例えばなんですけど、こういった論文からもですね、分かる通りなんですけども、鉄欠乏性貧血は身長というかですね、まあ、成長にとって良くないってことは言われている。たくさん見ている中で亜鉛が欠乏している傾向にあるってことはもう何度もお伝えしている通りなんだけども、実は鉄も非常に欠乏しやすいなっていう印象になってくる。しかもここですごく大事になるのが、身長を伸ばしたいあなただからこそ鉄が欠乏しやすいってことです、ね、なんでかっていうと、運動している子に鉄が欠乏しやすい傾向があるっていうふうにも言われたりもするんですね。実際に私の方で見ていても、鉄が欠乏しやすい子はすごく多いです。なので今日お伝えするのは鉄ですね。日中ね、やっぱりね、成長ホルモン分泌促すために運動しますよね。当然逆に言うと、運動することによって栄養の吸収が上がるわけですから、運動も絶対マストです。睡眠の質だって上げるために運動が大事なんですよ。その運動した後に鉄分の食事をね、摂取するってことが大事ってことが今日お伝えしたいことになりますけど、いかがでしょうか。今日はね、もう本当にね、気合入りまくり。開業2年目、1年目とね、もう日じゃないぐらいね、全身全霊でいくんですよ。本当に皆さんがどうやったら身長を伸ばせるのか、本当に一生懸命で考えてるから、もう本当に皆さんも今日お話しした内容、ぜひ実行して身長伸ばして、身長が実際伸びたっていうコメントを、ここのコメント欄にゴー
ーンと書いてほしいわけですよね。喋り方っていつもと違うでしょ。もうねレベルが違うんですよ。もう今までとね、もうこれからの YouTube はですね、私もね100倍1000倍の力でやっていきたいと思います。身長伸ばしたければ10代のうちにこれをやれ。今日お伝えした3つもう一回復習したいと思います。まず1つ目が睡眠時間。ややこしいこと言わない、9時間寝てください。9時間どんどん。それに対して寝る2時間前にお風呂に30分ね、30分かな、30分入ってくださいね。そしてその前の夕食の時には鉄分を摂取してください。今日お話聞いていただくだけでナイトルーティーンが完成しました。鉄分の入った食事を食べて9時からお風呂に入って11時に寝て8時に起きる。これだけであなたの身長は伸びます。身長ビヨーン。